周囲は見にくい、事故も見にくい、そしてそれを目の当たりに生きているのは苦しい。私は不幸にも知っている。時には嘘による他には語られぬ真実もあることを。あらゆる社交はおのずから虚偽を必要とするものである。どうか英雄にならぬように、英雄の志を起こさぬように、力のない私をお守りくださいまし。他を嘲笑う者は同時に、他に嘲笑われることを恐れるものである。私は2,3の友達には真実を言わないにせよ、嘘をついたことは一度もなかった。彼らもまた嘘をつかなかったら。人間的な、あまりに人間的なものは大抵は確かに動物的である。人間は時として満たされるか満たされないかわからない欲望のために一生を捧げてしまう。その愚を笑う人は詰まるところ、人生に対する路傍の人に過ぎない。なすことは必ずしも困難ではないが、欲することは常に困難である。少なくともなすに足ることを欲するのは。強者は道徳を蹂躙するであろう。弱者は道徳に愛撫されるであろう。道徳の迫害を受ける者は常に強弱の中間者である。好人物は何よりも先に天上の神に似たものである。第一に歓喜を語るに良い。第二に不平を訴えるに良い。第三にいてもいなくても良い。女人は我々男子にはまさに人生そのものである。
すなわち諸悪の根源である。人生は一箱のマッチに似ている。重大に扱うのはバカバカしい。重大に扱わねば危険である。僕らの性格は不思議にも大抵首筋に現れている。母を慈しみ愛しなさい。でも母への愛ゆえに自分の意志を曲げてはいけない。そうすることが後に母を幸せにすることだから。我々はあらゆる女人の中に多少のマリアを感じるであろう。同時にまたあらゆる男子の中にも。いな、我々は炉に燃える火や畑の野菜や素焼きの瓶の中にも多少のマリアを感じるであろう。完全に自己を告白することは何人にもできることではない。同時にまた自己を告白せずにはいかなる表現もできるものではない。文を作るのに書くべからざるものは何よりも創作的情熱である。人生の競技場に踏みとどまりたいと思う者は総意を恐れずに戦わなければならぬ。我々に武器をとらしめる者はいつも敵に対する恐怖である。しかもしばしば実在しない架空の敵に対するものである。僕は芸術的良心をはじめどういう良心も持ってはいない。僕の持っているのは神経だけである。古来、政治的天才とは民衆の意思を彼自身の意思とするものに思われていた。が、これは正反対であろう。政治的天才とは彼自身の意思を民衆の意思とすることである。
最も賢い処世術は、社会的因習を軽蔑しながら、しかも社会的因習と矛盾せぬ生活をすることである。自然を愛するのは、自然が我々を憎んだり嫉妬しないためでもないことはない。人生の悲劇の第一幕は、親子となったことに始まっている。他人を弁護するよりも自己を弁護するのは困難である。疑う者は弁護士を見よ。正義は武器に似たものである。武器は金を出しさえすれば、敵にも味方にも変われるであろう。正義も理屈さえつければ、敵にも味方にも変われるものである。最後までご視聴ありがとうございました。またご視聴ください。